申し込む。小平危険、思った以上に疲れ、おりんごの多忙が影響か。小なりスピードスケート世界スプリント選手権大なりひし形4日ひし形女子 500m 1000m ひし形中国張春平小五輪ピョンチャンオリンピックの女子 500m 金メダル 1000m で銀メダルを獲得した小平奈緒31イコール相沢病院は最終の 1000m を体調不良のため棄権し男女を通じ日本勢初の総合2連覇を逃した。2回目の 500m で37秒72の1位となり第1日からの総合首位を維持。 500m での無敗は昨季から27レースに伸ばしていた平昌五輪 1000m ハサテルモルスオランダが初の総合優勝。郷亜里砂は総合9位だった。今日の体は限界を超えていた。小平は2回目の 500m で1位となった後最後の 1000m を棄権。取材には応じず有機競技コーチを通じて体が悲鳴を上げたとのコメントを出して会場を後にした。前日に風邪の症状を明かしこの日もレース前に咳込む場面があった。 500m で2位との0秒14差は今季最小。後半の 200m は体が浮いてしまっていた有機コーチと持ち味の伸びを欠いた苦渋の決断だったものの本人に棄権を促したという。2月26日に韓国から日本に戻り選手団の副将として会談式報告会に出席するなど多忙を極めた。休む間もなくわずか2日間の滞在で同28日に中国入り。モチベーションは高いと気持ちを切り替えていたが疲労は想像を超えていた。今月2日から風邪の症状が出始め3日のレース後には喉が潰れそうだった。後半は呼吸が苦しくなったと珍しく弱音をローらし咳をしながら取材に応じていた。世界記録を持つ 1000m は第1日から動きが鈍かった。 600m 過ぎから一気にペースが落ち全体の4位。最後は気持ちあと2本乗り切るだけと自らを奮い立たせて最終日に臨んだが総合首位のまま2連覇への挑戦は道半ばで終わった。17、18日のワールドカップ最終戦ミンスクが今季最後のレースの予定だったが有機コーチは慎重に考えたいと出場するかの明言は避けた。快進撃を続けてきた小平も思った以上に疲れが残っていた。今は早く回復させ次に向かって励みたいと休養の必要性をにじませた。今日5日に帰国する。ひし形世界スプリント選手権70年に ISU スプリント選手権として始まり72年から現在の大会名に。2日間で 500m、1000m を2本ずつ滑り、総合成績で順位を決定する。1000m のタイムを半分にし、500m の記録と合わせた数字が点数となる。合計点数の少ない選手が上位。日本勢の総合優勝は83、87年の黒岩彰、17年の小平の2人だけ。